奥さん、こっち来て一杯いらないか。 Oh baby yeah! ズンズンポイポイのハードプレイラジオ。流しすぎしょっぱな。何やねん今の。奥さんこっちに来て、奥さんこっちに来て一杯やらないかって思う。俺に言うてるやん。はい、すいません、謝らせてください。あの言った時に、あ、俺むっちゃ流してるわと思いながら言ってました。やばいです、やばいです。すいません、炎上しますよ。はい、すいません、炎上案件ですよ。すいません、急にテンション下がったんです。ね、すいません。そうですか。あれが激しいんで、急に、わかります？別になんてことないけど、急にあーってなったんですよ。ごめんなさい、ちょっと上げていくんだよ。別に何があったんだよ。うち来ていきなりテンション下がった。なんか急に、あ、なんか今グーってなんか嫌な。確かに今それ俺が言った注意した時の顔がもうなってたでしょ。変な顔やった。あれと思って怒ってるわけでもなく、なんか変な顔やった。そうそうそう、なんかやる気が全くない。急には重力がぶわっと下がったけど、ちょっと上げていくんで待ってくださいね。ハードプレイラジオ、はい、ラウンド22ということでございまして、はい、いやはやいやはや、うん、いやはやということでございましてね。はい、11月入りました。はい、本日11月1日でございます。はい、ね、ようやく寒くなってきたという感じですけどね。そうです、今日まだちょっとマシですけどね、はい、昨日とも比べて、まあ、朝とかは夜はやっぱ寒いっすね。寒い、私も朝4時5時ぐらいにバイクで行くんで寒いっすね、うん、そのね、秋じゃないよね、もう冬来そうよね。もう冬来るんじゃないですか。だから秋はジャンパーとかやっぱアウター着てる人目立ちますよ。もう僕、私もね、ちょっとは着込んでるんで。はい、着込んでる。はい、着込んでます。さすがに、まあ、バイクやもんな。バイクなんで、基本移動バイクなんで、もう寒いんで。でも電車やとね、暑いねんな。まあ、まあ電車はな、なんかその暖房ガンガンついてるからの。はい、うん、まあそれは仕方ないとしてね。はい、あれ、はい、どうしましょう。前回撮ったのが25か。はい、あ、そうでっか。どうしたんですか。いやいや、メールどこから読むんかなとか一瞬、はい、まあ確認しとこう。なさげやな、ね、ああこれか、前回がいつ、そうだ、あ、オッケーオッケー、あ、今回も全然来てねえや。まあいいや。まあまあいい、まあいいんですよ。はい、まあ、いいんですよ。まあまあまあ、別にね、でもまあ増えたじゃないですか、前回よりか増えてるね。まあまあまあ、まあ、しゃべりましょう本当に。はいはい、ね、はい、ありがとうございます。いや、もう言うて次、だからもう来週にはもう M1 の 3回戦ということでございます。来週は、そうだ、もう来週のラジオを撮ってる頃にはもう終わってます。見た、はい、大阪の3回戦見ましたよ。動画とか見た。動画はさすがにまだちょっと昨日出たばっかりか覚えてないですけど、ちょっと鬼としみちゃんがおもろすぎるな。おう、そんなに良かったですか。ちょっとね、受け方が異常やったな。すごいな。まあもうあいつらはだって去年も良かったから今年の決勝候補じゃないですか。あんなおもろいんやっていう。あとまあ黒帯ね。あ、黒帯どうやった。黒帯はもうほぼ拍手笑い全部。うわ、すごいな。なんかまあ、X で見たらまあ、ほんまその日のもトップ受けぐらいのこと書かれてて。ああ、すごい、ね。見たらまあ、まあでも同じ、おなじみのスタイルで。はい。いつものあの感じ。もう言ったらもう大喜利やな。黒帯、ね。大喜利の強さやな、もうずっと。めちゃくちゃ受ける、すごかった。そんなあいつらでも準々は突破したことないからね。あ、準行ったことないんか。あいつら準決勝行ったことないね。だから向こうで言うと黒帯、こっちは要ストーンが準行ったことないっていう、その人気もすをね、受けもあんのに、受けもあんのに、そこの壁ってすごいねんなっていう。なんか鬼としみちゃんはね、なんなの、まずうまさが際立つな。まあそうやね、キザのそのなんつうの、ちょっとまあ真面目な話になると、はい、ここで取るよっていうのが明確に分かってるのと、うん、ここで撮るようで撮ってるな。じゃあ去年のあの、今日まあずっとあの形やもんね。いや、すごい、あとし、なんかね、しみちゃんもめっちゃうまいな。しみちゃんもね、しみちゃん昔からしみちゃんもめっちゃツッコミうまいな。しみちゃん昔からの達者やったよね。めちゃめちゃうまい。なんかその、あの困ってるキャラやん、ずっと。はい、でもそのうまいわ、なんか回しというか。大阪はレベルはね高いからよく言うじゃないですか、うん、大阪のレベルの方が全然漫才はって言うても、でもまあ、去年は東京が優勝しちゃってるからな。まあまあまあ、その言う、いや、もう多分そこの差も多分俺ないと思う、うん、もうなんかもう普通に多分面白さやな、結局は。まあまあね、なんかね、いや、もうでもちゃんと滑っ
ってるところはめっちゃ滑ってたわ、うん、滑ってる人らは。うわ、まあ明確に出るんやろな。なめっちゃめっちゃ可哀想やったのがさ、はい、あの鬼とシミちゃんの時、はい、あこれゆまあもう YouTube 上がってるやつが言ってもいいけど、まあ、鬼とシミちゃんとシンバルモンキーっていう多分若い子らと、はいはい、あと、あれ春風に次ぐ、はいはいはい、あの落ちたんやね春風に次ぐがこうセットやねんけど、はい、もうねコメントがね、コメント欄がもうね、はい、鬼としみちゃんのことしかもうないねん。まあでもみんなが、うん、おもろおもろおもろ、うん、今年こそ決勝とかバーってなってて、はい、でこ性格悪いやつおんねんな、はい、ポンって一つな何分何秒っていう時間だけ見て、はい、ここめちゃくちゃ滑ってるから見てっつって見たら、うん、そのシンバルモンキーっていう子らのもう、はい、ここで撮るぞ、はい、のところで撮れてないとこだから、まあその別に悪い言い方じゃないんやけど、もう撮ろうとし撮るぞって分かってるところで撮ってる、うん、やっぱ俺とシミちゃんと、はい、撮るぞで撮られんかった時のこの差が、うん、もうめちゃくちゃ分かるな。いやね、知名度とかも出てくるし、いやめっちゃ知名度は、まあ、鬼とシミちゃんはもうあっちは抜群のあれやしっていうか、もう知名度やで多分もう3回戦から絶対に、そりゃそうやな、みんな人で笑うからなって考えた時にバスターっていうコンビがすごくてさ、あ中学生の頃はもうめちゃくちゃウケてた。ここで大事なのはね、出順を確認しましょう。出順を。え、まだ出てないでしょ。あ、その動画がほら、あ、なるほど、出順通り行ってんのか。さすがに出順やろ。そうよな。見て見て。いやいや、そこがさ、だから俺らが言ってたあの、無名の3組になる可能性。そんないじめしたらあかんよ、さすがに。俺ら出順まだ出てへんけど。あ、じゃあちょっと見てよ。見てみましょう。今、鬼としみちゃんが誰で。鬼しみ、シンバルモンキー、春風に次ぐ。3回戦大阪、あれはいつ、あでもそうか、祇園は TT ホールか、 TT 兄弟月曜のやつかな、いつやろ鬼としみちゃん、祇園かどうせ最後でしょ鬼としみちゃん黒帯、あもうじゃあこれ出順っぽいね、よかったよかった、綺麗に並んでるわ、鬼としみちゃんもシンバルモンキー春風に次ぐって並んでるわ、うん、でやっぱそうやな、で次が火山と、火山でいい、火山黒帯賞、火山黒帯、あーってなってる、じゃあデジョンやねん、火山も受けてたね、火山知ってるでしょ、うん、去年準決行ってるやんね、うん、見ましたよちゃんと敗者復活で、なんかおもろくなってるよなみんな、すごいわ、結構だからモモとかもね落ちてるんですよ ね、 落ちてんね、結構なところ落ちてるんですよね、もう別にモモじゃない、モモか、はい、桃も別にめっちゃ受けてるからね、あの毎水はな、ね、ここを語れへんっつって、そう落ちちゃったな、ね、あれ準決準々行ったことないっけ、準々行ったことない、ね、ないんか、めっちゃ受けて落ちてるよねいつも、コントはね準決勝行くねんけど、そっか、サムライスライスとかね、あーそうですか、ネイビーズアフロも落ちてるよね、あっちでは有力なんじゃないですか、そっか、これだから動画はそうなるんですね、出順で、11月3日に決まりますんでね、出順が、そうよね、いや発表ということでね、はい、銀ギラ銀の銀さんおめでとうございます、あおめでとうございます、銀ギラの追加ね、すごいな、はい、ソニーが増えたってすごいな、すごいっすね、あのメンツの中で、はい、だって春組織結局無理やったからな、無理やでしたからね、去年順々行ってる、うん、まあやっぱおっぱしおし上がってきたという、落ち盛りとかね、あの辺の、さあ落ち盛りもね、あれ大仰天はあかんかった、だいぶ見てたね、うん、すごいね、いや銀ギラさんだけか、そうそう、でもこれで SMA が一組だけ5組ぐらいになったんか、全部でスタパン、松本ロビンフットクラブ、お金、そうやね、5組はね、3回戦5組です、そっか少ね、まあまあでもまあそっか、分母がまあ圧倒的に少ないっちゃ少ないけど、一、ね、組も行ってない事務所とかあんのかな、3回戦さすがにないか、原始人事務所さんとかまあ少ないか、まあ分母が少ないか、まあ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 、そのもうなんてノースナインさんしか出てへんのじゃん下手したら、いやそう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 、多分あの人はラストイヤーでしょ、うん、ラストイヤーで2回戦行ってるの すごいな、うん、ラストイヤーパワーでちょっとあるのかもね、ひょっとしたら多少はまああったりするんかな、いやまあわか、まあ把握してるか、あるなら使いたいけど、いや別にその向こう側にはないんちゃう、そいやそ有名な人はあるやろうけど、把握してへんやろ審査員とか、
あ、まあ、審査員は把握してないか。だってこいつら、まあ、いや、わかるわかる。前情報とかで見てるのかもしれない。俺のこと、もし知ってる人だと知ってると思うけど。いや、分かれへんで。知らん人は知らんやろ。だって、ほら、チャーミングさんが出られんかったぐらいやからさ、うんうん、その運営からの情報でもらってんのかもしれん、分からんけど。ここがラストイヤーです。すいません、なんとかさん、あの、ここラストイヤーなんで、ほな、ちょっといい感じにしといてください。いや、いい感じじゃなくて、ちょっとそういう感じで見といてラストイヤーだぞという感じで。いい感じと一緒やん。あ、分かった。いや、ラストイヤーでこれはあかん。これはあかん、ラストイヤーで。ラストイヤーやからこれやっちゃダメ。とかはあるかもしれない。まあまあまあ、まあそう。あ、頑張ってんのはあるかもしれない。ラストイヤー頑張ってんの、まあ、作家さんが。まあ、作家さんももうあれ聞いたら審査員も今やなんか東京で言うと25期扱いの人ら、なんか9期の人らとか8期の人らがやってるっぽいから。あ、そう。なんかよりなんか高校での同級、あ、同期がもうやってるらしくて、お前審査員やったやみたいな会話したって言ったから、割近いから X とかやってるやろうから、あ、この子ら知ってるとはなってるかも。うん、俺ら近いって近いからね、ちょっと情報はしてるんかもしれんね。うんうんうん、セルスパがラストイヤーですからね。ラストイヤー言ってる。あ、デルマさんね。あ、そっか、そう、デルマさん。デルマさんラストイヤー。デルマさんそうやね。なんでラストイヤーなんか分からんけど。絶対デルマさんで、ね、デルマさんと考えても。まあ言い出したらトットさんもそうやねんけど。もう分かれへんわ。そこはもう分からん。どういうルールなんか。でもまあとりあえずラストイヤーでは唯一僕らだけが、あの、初3回戦って、その、みんなは経験してる人やね、うん、ラストイヤーの人、ね、僕らが初3回戦。あ、そうやね、そうやね。そうそう、いけてるわけですから。で、頑張って。ちょっと頑張りましょう、ね。準々決勝行きましょう。頑張って、はい。はい。それしかない。はい。ね。いや、文化祭。はい。B 中文化祭。ああ、楽しかったですね、盛り上がって。ね、太郎さんがね、はい。男塾っていうね、はい。太郎男塾っていうの。はい。こうやってたんですけどもね、はい、ただの修行やったという、はい、滑る練習みたいなね。いや、全員滑ったもんな。誰も受けんかったな。ほんまにちょっと申し訳ないことしたな、若い頃にな。いや、まあこれもまあ経験と思ってもらおう。なんであんな滑るのかね。ほんまに滑ったか、もう無風も無風やったもんな。芸人たちだけが笑ってなんとか盛り上げてたけど、はい、一番コーナーで滑ったんちゃう。あれ一応滑りました。まあまあ確かにあそこ毎回鬼門やねんな、あのコーナー。え、初めてじゃないの？あれ毎回やねん。第1回は誰か忘れたけど、第2回は画伯がやって、あ、画伯やばかった。第1回あれやん、2次3やん多分。あ、二男塾、あ、まあ、それは、まあ、全員裸にしてやって、まあ、あれはめっちゃよかった。第1回が良すぎたから、ガンもこれやばいっす。そ、絶対やばいっすから、ね、そのもう顔に出てんねん、やばいのが。太郎とかもそのもうなんかその「いいよお前ら」っつった時の顔がもうバキバキで、あ、これもうやばいみたいな。あと見事に草笑いしてたもんな、ずっと。うん、何それ、何がそれおもろいのか。何をな。ずっと草してるだけやって。まあ、そうなるよな。誰も手挙げへん、はい、ビビってそれ行かれへんよ。まあ、そんな、ね、そんなもんですよ。俺は俺でな、次次回来るかもしれない。いやこれお前これ来たらマジで。なんで俺やじゃん、俺に来る意味が分かれへん。みんな恐ろしいから、これ。いや多分俺はない。俺なんかその代わりにその小遊三さんさせられたからさ、笑点の。はい。何の知識もない。次はね、春ぐらいに何かやるかもってことでね。はい。YouTube 撮影してきましてね。はいはいはい。あの、A 副長の。はいはいはい。ちょっと今、太郎のその、ショートムービーがちょっと今、波紋を呼んでましてね。嫌なの嫌なの嫌なの、ここ A 副長、そこ、あれそこ下高いの、嫌なの嫌なの、ちょっと波紋を呼んでまして、あれもあれ皆さん、あの、消してください。何も面白くないし、あの、いや、あれイマジンがずっと保存してんねん。あれ何なんですかという今、はい、波紋を呼んでる。あれ何なんですか。いや、あれはね、何がしたいんですか、あれ。いや、あれは分かんないんですよ。ずっとあれ分かんないんですよ。しこたま酒飲んで、あれ分かんないんですよ。嫌なの嫌なのって、あれなんでああなったんですか。いや、知らない。まあ、ほんまにマジで、あの日はめっちゃ飲んだから。めっちゃ飲んだ。昼から飲んでましたから、お祭りで。だから、もう、MD しちゃったんじゃないの。はい。ほぼ。そうっすね。だって、もう帰ろうっつって、
雨降ってきて。そう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 。で、雨止むまで。下のスーパーで、じゃあ、ちょっと買うかって飲んでて、飲んで、まあ、いろいろ喋ってる間に、雨まで止めへんな、つって、あれ、結局もう一杯飲んだもんね。うん、飲んだ。そう、飲んであれも覚えてて、まあ、歩いて帰れるから、歩いて帰ってんのも覚えてんねんけど、あの動画だけはもう1ミリも覚えてんねん。あれ、なんで撮ったんやろ、なんか撮ってっつったんか。まあ、多分あの、僕のあの顔と、あの、ろれつ回ってない感じから言うと、おい、撮れって言うてると思う。いやんな、多分。恒例の。あれ、めっちゃ人おった時やってん、しかも。あの、大金ラッシュで。ああ。みんなが冷たい目で見てた。何これ、何これ、みたいな。英福町がちょうど祭りやっててね。はい、オータムフェスティバルやったかね。ねえ、いい街なんですよ。まあ、太郎さんがね、あの、ちんどん屋の人らに、あの、徹底的に、あの、その、マークされるっていうね。はい。信じられない出来事が起こって、あの、ちんどん屋の人らが来てたんですよ。はい。ドンダンドンダンとか鳴らしながら、はい、あの、みんな着物着てね、はい、で、あの、太鼓叩きながら3人で並ばれて、はい、おじさん、若い女性、おばさんという感じで、はい、で、まあなんか宣伝するみたいなね、そのオータムの、はい、その看板を後ろに背負ってみたいな、でそれがこう街に入れられて、みんながああちんどん屋来たみたいなんで、はい、みんな見に来るけど、その太郎さんがね、こうビールグイッて飲みながらこう腕組んで、いや、それを見に行ったわけですよ。ニコニコしてんねん、俺はもちろんニコニコ。おおおお、ちんどん屋やないか、やっとるやないかっつって、まあ、誰の方に行ったら盛り上がるから、多分ちんどん屋の人たちが考えて、はい、あ、じゃあこのちょっと道路に飛び出しかけてる、あの道路、まあ、道路ってまあ封鎖されてる道路なんで車通らないんですけど、はい、ちょっと飛び出してきてる彼にロックオンしようってなって、はい、太郎の前にこう来た瞬間に、うん、真ん中の女性が、うん、あ、やばっていう顔してくるって首を逆に向けたんですよ。やばないやんと同時に曲が終了したんですよ。やばって、めっちゃ変なとこで。それで太郎が、あれ終わったやん、うん、って言って、はい、で僕がちょっとまあちょっと冗談半分でふざけて、いや、あれ太郎見てちょっとやばいと思って、あの陳大の人たち、はい、だからこれあんま絡んだあかん、こいつロックオンしたら失敗や、やめやめよっつって、うん、曲やめてんすよ。いや、そんなことないよ、英福町も最高やんかっつって、はい、街練り歩いて、うん、そしたらちょうど曲がり角曲がったとこぐらいで、またテンテンテン、陳大の人とちょうど鉢合わせな、まだね、出てきたら、ちょうど盛り上がってるとかやのに、うん、太郎が、お陳大やや言った瞬間に、その人がパッて太郎の方を見て、やばっていう顔して、キョルって首だけ逆方向を向いて、また盛り上がってるとこでパーンって急に曲止まって。ほんで、そのままスタスタ歩いていって。これ、ほんまやからね。いや、もう太郎が完全にその、もう無視されてる。いやいやいや、違う。ストップザ太郎、ストップザ太郎やったら。みんなお酒飲んでんのよ、祭りやから、みんな、どんな人もね。太郎よりヤバそうな人結構おったけどな。いや、なんぼでもおるよ。全然おるよ、そんなん。ずっと、真顔でさ、男の人と女の人二人がずっと踊ってたんだか見た？いや、わかった。ああ、おった。なんか、太鼓の前で踊ってるから、めっちゃ邪魔やねんな。太鼓のとこで踊ってた。太鼓の人なんかあると思ったらちゃうかったしな。そう。いや、でもね、ちょうどハロウィンと当たっ、ガドウィンと当たっててね。ガドウィンと当たってたんで、はい、ね、その、仮装した子供たちがいっぱいで、はい、可愛かったですね。可愛かったですよ、子供たち。みんな楽しくしてて。よかった、英福町、初めて行きましたけども。はい。あの、ベッドタウンですね。ベッドタウン、まあまあ、そうやね。別に遊ぶ場所があるわけでもない。まあ、全然別に。あと、対象券であるやんから。ただ、そうですよ。割と高いな。あの、めっちゃ高いっすよ、あそこ。そうやな。1150円。そうやな。でも、行ったことないでしょ。量が高い。行かれるのか。めちゃくちゃうまいから。なんか、そう、僕は日本一やと思ってるんですよ。あ、英福町のラーメン食べて、ラーメン屋目指した人結構おるからね。うん。あそこ、空いてる時ないから、ほんまに平日でも。いや、すごかったもんだって、夜も並んでたもん、まだ。で、だから1180円かな。だってチャーシュー麺1300円とか1400円ぐらい。そう、量がだから2倍なのよね。行ってみてね。オーナーの草村さんが一杯でお腹いっぱいになってほしいっていう思いからっていう、そのやってる。俺行きたかったけどな。大正券あかんわ。俺あの日仕事は飯食って言ってたんか。そう、あ、いや、俺もあのラストは大正券行こうと思っててんけど、もう酔いすぎて忘れてた。それもあと、その入った居酒屋がめっちゃ良かったんな。はい、良かったです。まあ、また動画上げると思うんですけど。そうやね、動画上がると思うんで。あれさ、メンバーシップ用か、一応。いや、違うんじゃないですか、普通の動画で。え、
メンバーシップ予定いつ取ってんすか。あ、分けるんじゃないですか。あ、そういうこと。分けて分けてじゃない。あ、そこそこそこ。やっぱあのほら普通にこう普通の人も見れる動画もいるじゃないですか、うん、やっぱね、ああいう多分それで分けて作ってくれてるとは言ってたから。地震経験できるトラックあったな。ありました。はい、震度6まであるんやったっけ。震度7まであります。7はすごかったです。すごいよね。あんな7はすごいですよ。子供が顔色変わったもんな。震度 2とか3の時笑ったけど、はい、6ってなった瞬間にもう、はい、顔色変わったな。子供が7はほんますごいよ。あんなもんトラウマになるんちゃうの。まあまあまあもう、まあ、トラウマ、まあなあ、いや、まあ、それほんまのやつはトラウマ。 あんな の地震体験者と、はい、トルコアイスは多分トラウマなんで、子供の時やったら。トルコアイスあのトルわかる、あの伸ばしたやつ。私にさ、こうやって、はいはい、で取ろうとしたらさ、はい、ヒュッてこう避けてさ、はい、はい、ってこうなんか空っぽのコーンだけ私取ろうとしたらまたヒュッてやってやるやん、はい、あ、もうあれ絶対やらかん。あんなな、確かに、まあ、あれ俺買ったことないからあれやけど、動画でしか見たことないちっちゃい頃やとね。あ、めっちゃ腹立ってへん。いや、まあ、あれ終わりないやん。まあまあ、まあ、しつこい笑いやんあれって、はい、まあ、おもんないしかも、はい、まあ、あれおっさんが、まあ、あれ絶対やるやん、どこもおもろいやろうと思ってやってるんやと思うんでね。トルコアイス買いに行ってみるか、いっぺん動画なんか面白そうじゃない。まあやってくれればね、それを。いや大体やるっしょ。やらんのかな、分かんない。俺買わへんから。ナンバにトルコアイスあってん昔。はい、ナンバやったかな。そう、あったあった。そこはね、それやってた。逆に俺は、まあ、あのね、あなたが一人で飲食に行かないように、俺はあの、あ、お菓子買わへんから。行った時ないから、その映像は見たことあるけど。ちょっと行こうよ、トルコアイス。トルコアイスは今やってくれんのかな、それ。やってる。多分やって、さすがにもうコロナもその昔ほどきつくないから、多分やってくれると思う。そのヒューっていうのもやってくれんの。やってもらわな困るな。それだけじゃない、ほんま全部がやんの。それ、いや、やるほんまやねんな。俺が見たやつとか大体やってる。ほんま外でやってて、みんなうわーとかなってた。なってたけど、はい、もうそのまあ、そいつだけじゃないの。いや、そいつだけじゃ、だって動画でほら何人かおるわけやん。はいはいはい。その、そいつじゃなかったもん、絶対。そのナンバーでやってて。はい。で、まあまあ、まあ、大阪なんかノリいい人らやったからさ、はい、みんなウェラウェラ笑ってたけど、はい。あの、なんかね、動画で上がった、あの、韓国じゃないわ、インド、あの、あっちの方が多分、あの、ちょっと暑い気候のとこやと思うんだけどさ、はい。子供がブチ切れたやつ知ってる？それやられてさ、はい、その子切れて、はい、バーンってその屋台蹴って、うわ、もうすごいね、もうで渡され、こうやられてて、もうそれ無視して、はい、もう屋台潰そうとしても、はい、めっちゃ太った男の子。でも多分そうなるって、まあ、そうなる、お金払ってんのに。それはそう、俺が肝かつであれやったら多分大変なことになるやろ。まあまあそれは、はい、ふい、 いや絶対しばかれるな、そんなやったら。まあ、じゃあそのワンセットについてくるのかな、それが。が一応トルコアイスのなんかその、はい、らしいね。あ、日本でだけって思うけど、いや、じゃあやっぱ海外でもやってるのか、そうですね。はい、いや、ちょっといっぺん行ってみたい。はい、あの皆さんなんかトルコアイスの情報あったらください。また行ってみましょう。はい、ちょっとそう、あの YouTube で今後行くとあそこもあの行きましょう。あの塩崎仁さんのとこも。ああ、そうやね、マルツル。はい、行くときちゃんと連絡してくれるって、あの。バイトのおっちゃん言ってくれたんで。行くとき連絡してくれると、どういうことですか。おっちゃんも来るってこと。ジンに言っとくよ。そのジンに、あの今日ズンズンポイポイ来るからよろしくねって言っといてあげるから。あ、ほんま。行くとき。それは助かる。で撮影してもええよって言ってくるらしいから。あ、ほんま。だからみんな撮影してはるもんね、なんか。あ、結構 YouTuber めちゃくちゃ。許可取ればいいっつってから。ジンに言っとくよって言ってくれてるから取りに行きましょう、それもね。マスターがおるとき行きたいな。そう、マスターおらんとね。うん、まあまあでもジンさんも作れるらしいけどね、今や。だからジンさんも結構もう今や、うん、ほぼほぼできるからあれやけど、まあマスターお体がねあれやから。そうよね、それだけはちょっとね、常にね、常に大忙しらしいからね。いや、そうよ、大人気で。その営業時間を短くしたけど、結局その分人来るから、はい、すごいね、すごいことになってるらしい。すごいですね。ね、行きましょう。いろいろ、じゃあいろいろまだまだ行けるじゃないですか。トルコアイスに、トルコアイスは行ってみたい、ほんまに。あとサイゼリア爆食い。いや、あれ、サイゼリア爆食いなんてやらんでいいよ。いやいや、行きましょうよ。だってやってる人いるんだから。いやいや、そんな、みんなが見れるやつでいいじゃないですか。メンバーじゃない、みんなが見れるやつで、ね。もうサイゼリアだってみんなめっちゃやってない。はい、みんなやってるからええやん、それが。じゃ、その、いいよ、もうパラパラ踊っといて、ずっと。
いや俺はいいけど俺はいいけど何あの嫌な人も結構おるらしいから俺は全然いいよ。もう一回でも行ってもええもん俺俺は沖縄の人喜んでくれてたから俺は俺はその嫌派の人間やからな、はい、ちゃんと練習してあの姉ちゃんの気合うねん多分同い年やからな同い年であれ痛い大阪人やんどっちもいやそうや多分だから気合うねん確実に痛いあのお姉ちゃんと多分めちゃくちゃ痛かった話聞いてたけどあの姉ちゃんと二人で副長の祭り行きたいわじゃあ嫌やな嫌なやつ来たってなるわ俺ちんどん屋もちんどん屋も多分殴ってくるんじゃん殴ってこう太鼓のそんなパーンそんな嫌なやつでもないよねえねえあのなんかねはいまあもう話変わるんですけどはいあのキモスムで、はい、ちょっとまだ意地悪されたんですけどね、はい、あの意地悪ばあさん、はい、あのなんかいや別に、ま、どういうつもりで言ってるのかちょっとわからんかったんけど、はい、いつも僕がその朝の食事の提供全部終わった時昼のご飯作んねんけど、はい、メインディッシュがあって、はい、あと副菜が2個、はい、あるわけですよ、はい、で僕は副菜を2個作るメイン以外の副菜を2個作って、はい一つは、はいタッパに入れてその昼の人に、はい、あの引き継ぐ盛り付けてください、はい、でもう一種類は僕がもう盛り付けて、はい、あの買えんねんけどさ、はい、まあ普通に盛り付けてでなんかその置く場所がないからね、はい、その何ていうのコンロのとこ置いてても、うん、結局メインディッシュ作るから邪魔やん、うん、結構な量あるから、うん、40人前とかあるから、うん、だからいつもここ置いてって言われたそのなんか棚のちょっと高いとこに置くのよ。はい、はいはいはい、そしたら、なんか急にね、この間、イジアルばあさんが、はい、あのさ、つって、うん、ここ置かないでくれる？できたやつって言われて、ラップした状態で。はい、で、その、イジアルばあさんの手届かん場所やね。はい。で、えつって、私からここにさ、洗い物の食器置きたいんだよね、って言われて。はいはいはい置かれへんやんあなたの身長じゃと思って、はい、つって邪魔なんだけどどっか置いてもらえるって言われたから、はい、あいやでもここ置いてって言われてるんでって言ったらあそう命令ね命令だったら仕方ないか命令だもんねえ命令でしょ、ね、命令なんでしょ命令命令されたんでしょ命令なんだよねじゃあ仕方ないだって命令だもん、うん、命令だったら仕方ないよ、うん、あじゃあいい置いてていいよだって命令だもんそれ命令だからね、はい、うん仕方ない命令って言うと、はい、これななどういう意味な何これ何命令って何の話いや分からんけどだから命令でしょいや命令だったら仕方ないよね命令でしょこれめっちゃ腹立ったよ。いや、わからへん。何なんそれ。何なんそれ。命令、指示とか言う。なんか。だって命令だもんね。命令されたんだもんね、そうやって。じゃあいいよ。じゃあ置いてていいよ。だって。だって命令なんだもん、それ。命令されたら仕方ないじゃん。はい、だって命令なんだから。はい、つって。その時、パッてこう、ある昔の事件を思い出したんですよ。はい。なんすか。ちょっとまあごめんなさいね。テンション、ちょっと下がるやつ。まあまあまあ。あの父親が子供を自分の息子を殺したっていう事件が昔ありまして、はいはい、要するに父親と息子の立場が逆転してしまってて、ああああ、はいはい、息子がいつも暴力を振るうつとでご飯作って出ても父親家族そのお父さんお母さんにはこう白飯しか食わさんと、はいはいはい、で物投げて、ああお前は塩飯だけ食ってやろうみたいな、はい、でまあ結局もうどうしようもないっつってまあ、あやめちゃうんやけど、はい、その時のその息子の話の時に、はい、子供の頃、はい、あれやってとかあれやりなさいこれやりなさいってこうお父さんが注意した時に決まって、うん、それって命令って聞き返してたらしい。これさ、はい、意地悪ばあさんや。いやそうやなそこでな。あいつ許さん俺もマジで。あたまには私を手伝いなさいって言われてめっちゃ腹立てへん。いつも手伝ってあげてんのに。いいヤクザの話しようか。いいヤクザおんの。いいヤクザなんぼでもいますよ。ほんまですか。いやその話心温まる話。あのその話近くてはね。心温まる話。温めですこれは、はい。ヒューマンドラマ。ヒューマンドラマです。ですそのまさにさっき小野さんが言ったような話で、はい、お母さんに虐待されとったのよ。そのヤクザが。ヤクザが。ちっちゃい頃に。なんか、うん、連れ子さんかなんかやったらしい、ね。あなるほどね。でもひどい虐待受けても体にもう
あの、なんや、裁縫の針でお父さんにバリンを刺されてたりとか。嫌やな。とか、あの、逆転やんけ。お父さんが、サッカー少年でお父さんが買ってくれた靴を、もう、ボロボロにされたりして、お母さんがやって。いじめやん。で、まあ、その子はグレていくのよ。グレて、うん、そんなされたらな。グレても、まあもう、普通の生活は無理で、もう少年行ったり出たり入ったりでも、結局そのままヤクザになっちゃうのよね。ほんで、わーってなってて、ある、もう、お母さんとか、まあ、縁も切れてんのよね。そのヤクザの人は。うん、ほんで、出世していくの、ヤクザでいろいろあんねんけど。うん、ほんで、自分も家族とかを持つようなのに、ヤクザも家族は持つからね。はい。それ、ある時に、お母さんがもう地方症でもう、お、お父さんも実は死んじゃってて、お母さんが地方症で家で、一人でボロ、昔自分なんか吸ってんのボロ屋におるっていうのを、なんか誰かから聞いてんて。ほんで、そのお母さんのとこ行って、泣きながら、そのお母さん抱きかかえて、もう引き取ったっていう、その人は。あんないじめてのに、今の俺があんのはおかんのおかげやからつって引き取ったっていう、そういう人もいるんですよ。それって命令？それ命令ですよね。それ命令だよね。今の命令だよね。命令？わかる。もしかしたら命令。命令だよ。じゃあ仕方ない。じゃあ仕方ない。だって命令だもん。だって仕方ない。だって命令じゃん。命令でしょ、だろ、それ。命令ってやめて。それ命令でしょ？だったらだんだんちょっとずつあのさ、トンベリ、トンベリみたいにさ、ちょっとずつ近づいてくる、ね。で、最後あれじゃん、包丁抜いて命令っつって。9999ぐらい。ほんで俺が、あの、ビンタ、思いっきりはんねん。もしあの、片目潰れんねん。いや、そ潰れてはんねんやろ、なんか。なんでか知らんけど。いや、今日も潰れた。なんでか知らんけど、ねえ、見てつって、はい。あいつめっちゃ腹立つ。むっちゃもうさ、今さ、あの、マネージャーが一緒に働くんやってからさ、はい、むっちゃ皿が割れんのよ。はいはいはい。マネージャーがもうバシャンバシャンやるからさ、めっちゃ割りよんねん。ねえ。そしたらさ、もう今、ね、もうちょうどの数しかないねさ、はいはいはい、もうだから割ったあかん状態でさ、はい、今日よ、はい、パリーンうわーとか言って、割れたやつ2個持ってきてさ、はい、ほら見て2個割った、そんなこと言いに来る、めっちゃ腹立つ、いやね、その直後にパリーンっつってさ、今度あの、はい、ガラスの器もあってさ、はい、今日は割れる日だね、ちょお前がその適当にパン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 投げるからよ、その時も片目潰れて完全におばちゃん、おばちゃん多分変なおばちゃんやな、ほんま、なんか意味わからんこと言ってたで、なんかさ、はい、朝来たらさ、多分昨日の夜の人がサボってさ、一食分だけ洗い物さ置かれててん、はい、シンクに、はいはい、ああ一食分だけ、ね、ちょっとご飯残ってたやろ、はい、で俺は見て見ぬふり、まあ俺洗い物担当じゃないからさ、はい、ああこれ今日意地悪おばさん洗わなあかんなって朝来たら、ちょっとで朝入ってきて、はい、おはようございます、何もおかわりございませんか、面白い、めっちゃ面白い、いやめっちゃおばちゃんおもろいやん、片目潰れてんねんこの時点で、別に片目はしない、別にこの時点で片目潰れてる、それなんかでもあの上下と靴も全部あの、はい、バンズで揃えてるからさ、あ服もバンズで揃えてる、なんか言ってたな、なんかで、うん、ちょっと何これ、なんでこんなことなんのって言われた、これ、はい、いい、知らないです、はい、で今来たばっかりですか僕まで、はなんか虫いる、なんか皿に虫いる、うわーっと、はい、絶対おらんねん、でかい、なにでかい、これ何、なんでこんなのいんの、なにこの虫、わからないけど、なんなんそれ、絶対どうやっておらんかったの、俺が覗いた時は虫なんかおらんかったじゃあそれなんでそれをするの、でもなんかそのシンクの方がめっちゃ大声聞こえてうわー、なにこの虫、なんでこんなのいるの、じゃあそれ何の意味があって、その表したいってことはどういうこと？分かれへん。だって昨日の夜の人が、はい、ひょっとしたら、その、利用者の方って、食べるの遅かったり、早かったりする人がいるから、はい、まあまあ、そうです。多分、うん、夜の人は帰るタイミングで、すいません、うん、今洗えますかって多分渡されたと思う。でも帰らなあかんと。あ、ごめん。まあ、だからとりあえずシンクにだけ置いとく。置いといちゃおうってことね。それをもう、めちゃくちゃ怒ってて。怒るのはわかるんですけど。でも虫がめっちゃでかい、虫の。その虫は何の意味やってそれ言ってんの？虫なんか絶対おらへんねん、俺見たけど。いや、もちろん、それおらへんのわかるよ、うん。おらへんのわかるけど、おばあは何の意味があってその嘘をついてんの？そう、表したいってこと？表したいと思う、多分俺に。虫がおるから私洗えないよって言ってるってこと？何なのこれ、このでかい虫、何なんで言うのこれ、ねえってめっちゃ言われて。で、まだ着替えてへんねん、まだバンズの状態やで。まず中入ってタイムカード押して着替えろやん、お前と思って。で、結局それおばはんが洗ったの？当たり前、絶対させへんよ。絶対俺洗わないですもん。あいつそのさ、やらすねん、甘えてなんか。まあまあ、そういうことな。で、それでさ、僕が手伝い出したらさ、はい、それが僕の仕事になっちゃって、今。はいはいはい。
めっちゃえぐない。一回手伝ったらさ、今後あなたがやる仕事に変えようね、あいつ。はいはい。だからあいつ今やる、ほとんどやらへんねん、だからもう。で、怒ってくね。ね、あのさ、水出てないよ。ね。水が出てませんよ、つって。え、だってあなたの仕事じゃないですかって。じゃあなんでいつも朝出してんの？なんで出してんの？じゃあ。なんで私出す前に出してんの？じゃあ。なんで？なんか、嫌やろ。まあ別に、まあ嫌やけど、まあやってあげてよ。固めつぶれてるからこれやってあげたことによってちょっと変わってくるんじゃないですか。そのおそのやってあげて、まあ、まあやってあげてもいいんやけど、はい、まあ、実際やってあげてんねんけどな、はい、そのなんかちょっとぐらいその感謝があってもいいと僕は思うんですよ。はい、感謝ないんですか。ないでしょ。だってそのそいつ手伝った分遅なるよ。そしたら、はい、まだですか、提供したいんですけど、なんか一言ないの。ごめんなさい、ありがとうとか。全然ない。そうか、何も見てないね。そのだから虫のやつもさ、はい、俺知らんふりしてたやん、はい、うん、なんでこれなんであんの、うん、え そんなんありましたって言って、うん、そのそしたら、はい、ありましたってあるからでしょなんで見てないの、まあ、見なさいって言われて、もうなんかその、まあ、なんていうの、注意力ないやつみたいにされてさ、じゃあもうあれもうさ、洗ったあなたら腹立つけど、まだどうぞこいついいよなと思って、もう洗ってってよかったんちゃう。腹立つけどな。むかつくよ。腹立つけどな。なんで帰んのとか言ってくんねん。いや、時間だからです。つって。なんで私一人なんの、だってあなた10時までの契約でしょ、つって。あっさ。ちょっと、なんか意味もなく残れみたいな。やばい、あいつ。まあ、なんとも合わしたい。太郎に合わしたいわ。いやー、俺はだから、もしかしたら俺は人間がそっちよりなやつな気がしてきたから。揉めるんじゃ、多分。揉めるよ。多分。洗ったのにありがとうなかったら揉めるよ、もう。あと、洗ったやつ投げよるからな。何これ、これ洗ったのどっち、洗いました。うん、え何洗いました。うい、つって壁に投げんねん。めっちゃやばない、プラスチックとか。で、僕が、投げんなっつって。何怒ってんの。あ、この間もさ、はい、めっちゃ独り言言うねん、はいはいはい、でなんとかでね、なんとかですよね、うん、みたいな言われて、まあぐちぐち悪口を、はい、で僕、まあ、また一人悪口人の誰か言ってるわと思って知らんふりしたら、どう思いますかねえ、え なんですか。だからなんとかなんとかって言ってるでしょって言われて、僕がそんな大きい声出さんでも聞こえてますよっつったら、うん、大きい声出さないと聞こえてないと思ったからねでも怒ってへんねん、なんかそういう人、そういう人なんかな。あと言ったっけ、前回言ってるか、はい、急に指刺されてさ、はい、あんた誰って言われてめっちゃやばない急にさ、これ働いてる時にさ、えって言って、もう、うん、あ、出してる最中やで、はい、料理とか、はい、はい、洋食二つと和食一つお願いしますねとか、はい、なんか余裕かまし言ってきて、はい、じゃあ洋食二つと和食ですね、はーい、あのさ、はい、あんた誰って言われて、俺一瞬で記憶飛んだと思って、はっつって、そえおる僕っつったら、はい、あーいい、大丈夫とか言って、そいやいや大丈夫もクソ、ちょっとな何それと思ってすごいおばちゃんやね。すごいっていうか、もうギリなんじゃない、俺思うに、はい、多分ギリやと思うね、もういよいよ、まあ、年は取ってるから、はいはいはい、まあまあな60歳ぐらいやったっけな、60、70手前ぐらいか分からんけど、多分ぐらいで、あのさ何やったらいいのってこの間言われた時はびっくりしたな、はい、何やったらいいって、お前いつも来てフルーツ切るやろよレギュラーでよう入ってんねやな、おばはん。いやもう今あんまその入れてもらって、ああそうか、あの新しくあの外国 あのベトナムの女の子が入ってきて、その子がめちゃくちゃ頑張り屋さんで、はいはいはい、多分もうその子で賄うの、おそらくそうなるよな、そういうで、その子とそうなるよ、イジャロボさんに一回も合わせてないね、はい、まだそうなるよ、一回も合わせてないっていうか一生合わさへん、はい、あの同じポジションやからさ、はい、でその意地悪ばあさんはその人を教えるの無理やね、うんうんうん、だから絶対そのもうめっちゃ隣つけんねん、多分ひたすら外国人の子、あそので多分やめちゃうから、もう最初から合わさへん、おるよな、いつでもそういう人おるね。意地悪ばあさんは月あの多くて10日、あ
あで、少なかったら8とかにされてる。ああ、はい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 。あ、じゃあまあそんな合わへんか。合わへんで、意地悪ばあさんと大体僕が入んねん。はいはいはい、うん、でその外国人の子はその意地悪ばあさんがいない時に来る。いい時にやってるよね。でも今日はその会ったこともないその子の悪口ずっと言ってたわ新しい子でしょこれ、ミスね、教えてあげなきゃちゃんと、ここの会社は本当にダメ、ちょっとキラーンつって片目つぶれてた。その片目つぶれたけど奥で真珠が光ってた。真珠湾攻撃ですよ。真珠湾攻撃やん、ほんまの真珠湾攻撃ですよ。真珠湾攻撃あらへん。なんで潰れそう、潰れてるってのが意味がわからないんよ。潰れてねえんで片目。こういうこういう。そう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 。まあこっちの筋力がないんかな。でめっちゃ怖いでこれで、うん。あんた誰って片目潰れた状態言われてさ、もう一個の目パンチしたろうかと。いやダメですよそれ。それダメですよ。イジュアルばあさんにそんな。めっちゃ着替えるの早いね。知らんよそればあさん。10秒ぐらいで着替えて入って戻ってくるから。ばあさん知りませんよ。ほんでめっちゃいろいろ言ってくるからめっちゃ嫌やね。はい、大変、まあ、まあ大変やけどしょうがない。キモカツが今ね、もうあのキモカツのね、ちょっと勢力図がちょっと変わりだしましてね今。もうキモカツはもうコロコロかるかもう分かんないですよ、誰が誰かもう。まあここの中国人が一人いて。そうっすよね多分今。その人はもうあのもう日本語ペラペラ、はい、その人はもう僕ともめちゃくちゃ今仲良くて。ああ、はい、いいじゃないの。あのすごい、だって僕の喋り方聞いてさ、はい、あれ小野さんって関西人？おう、こんなん留学生でこんなん聞いてくる。すごいね。あ、僕大阪です。あ、大阪、大阪と東京の違いって何かありますか？お、いや、一緒です一緒です、あの言葉が違うだけで一緒です。だし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 通じるんかな。だし、東京のだしは醤油臭くて食えまへんわって言うたべ。どうする、あっちで考え、か、や、山、山車って書いてだしって呼ばれたらどうする。あのなんかありやん、あの、山場がそういう覚えてるかもしれん。あ、だしは私担いだことありますって言われたらどうしよう。だしだし醤油の食えまへんわ言うたべ。まあ美味しすぎやねんけど東京のだし。東京も東京でだしあるもんね実はね。うん、僕好きっすよ。なんかでもなんかおかんとかは嫌とか言うけど、昔の関西の人は東京のこっちのだし嫌やって、やっぱ関西の、関西はその薄口ですね、薄口醤油のね、あれって言うけど。確かに、でも薄口醤油はね、どっちも美味しいですけどね。あれなんですよね、あのちょっとしょっぱめがあるんですよね、薄い分。そうなんですよ。濃い口はね、色濃いけどそないに ね、あの濃くないっていうのがね。ね、あのそうなんですよ。大阪東京ね。そう、あのでそのまあその中国人は一人しかおらんねんけど、はい、今までそのうちはミャンマー人、はい、もやっぱ勢力図としてミャンマー人が多かった。もうちょっと日本の人ほんまにおらへんねん。日本は僕と、いよいよ昼のリーダーさんから夜はもうあなただけ。あ、いや、ね、もう一人おんの。あ、新たに入ってきた、ほらスキップして入ってくる子って、あのあ、めっちゃ呪いスキップしてくる子。まああの子もでもそんな入ってない。あと、すごいな、月に1回しか来えへん男の人と。でも確かにそういうファーストフード店に行ったらもう外国の方しかおらんもんな。ただそのミャンマー人が2人ぐらい辞めて、はい、ちょっと減ったと思ったら、はい、その唯一いたモンゴル人、はいはい、あの三角語喋れるめっちゃ頭いい男の人おんねん、はい、太ったでかい子、はい、あの僕の弟子やねんけど、はいはいはい、僕がもう全部教え込んだ。おー、その人があの2人連れてきて、あれだね、女性と男性のモンゴル人で、その人が教えてるから、うん、もうなんかその人のスキルをそのまんま、あの、その人に教えるっていうのも、その、完全に強いモンゴル人を。すごい。めちゃくちゃおもろい名前ね、女の子が。なんて名前ですか？まあ、これ、まあ、P 入れてもらいたいんですけど。そうそうそう、そうやね。まあ、P 入れてくださいね。はい。名前。はい。あ、じゃあ、なんやと思う？なんとか、なんやろ。で、デレロなんとかかんとかで、なんとか、どう、なんとか、近い近い。みたいな、こんなんじゃないの？わかる。短い名前で、一文字しかない。一文字しかない。一個しかない。言おうか。はい。お、女性やで。はい。テリゲル。テリゲルか。はぁ。びっくりした。みんなさ、なんか、三つぐらいあるやん、名前。はい。それだけでさ。はい。ほんで、なんか、めっちゃ合ってんねん、名前と。めっちゃ失礼な言い方で言うで、はい、ロボットみたいな女の子でさ。真っ白で。でずっと何も言わんと、無表情で見てくる。で、あの、すごいよ。出勤、6時から出勤してきて、12時帰る、はい、うん。あの、6時間しかないやん。はい、夜中、深夜0時に帰んねんけど、その6時間の間に、はい、その子飯3回食うねん。
わあすごいね。めっちゃやばない？すごいね。食うね。まだ食べていいですかとか言って。いや食うね。まず出勤してきて食って、で休憩時間中に食って、で帰りにもまた食って帰ろうとしよう。素晴らしい。で俺作ってあげようとしたらさ、はい、急にこんなんもういいもういいって言い出して、はい、なんでって言ったら間に合いませんって言われて。ああ、もうだからその自分の考えてる時間にも僕の料理が追いつかへんって言い出して、はいはい、言ったら作るやん俺すぐって言ったら、いいえ間に合いませんって言われて、なんやあいつ。まあでもちゃんと教えたってねえが、まあ外国日本の人がそんなおらんけど、まああなたがちゃんとね日本の人として、まあ、僕がもうそのちゃんと接客もして、夜はもうね、すごいっす、ま、私の近所のそのセブンイレブンね、セブンイレブンにその外国のスタッフに、まあ、仲いいんやけど僕よ喋んのね、その子愛想もよくて、その子連れてきた友達も愛想よくて、そのくせね、その頃俺の時日本の学生がおんねんけど、もう愛想も悪いし、俺もしばこも出んねんもう。だって外国の子がな、あんだけ頑張って愛想よくしてんのに、このガキ思うて、あの、袋いりますかも聞かれへんのつって、その、君は袋いられへんも聞かれへんのかつって、お前他の子働いとるやないか言うて、お前、外国の子がもう、腹立ってしゃあない。でもあなたはしっかり働いてるやん、愛想もよくして。素晴らしい。昨日なんかバッてもうゴミをさ、はい、なんか言ってもさ、そのでこれ間違いのやっぱ日本人やね。そのさ、かあのゴミ業者と配送業者は別業者だから、はい、一緒に置いちゃダメだと言ってるのが大きいよね、はい、だそれをさ昨日はパーって直してたらさ、はい、パーって通った自転車の人がさ、うん、元気しとんのかいなって急に言われて、えっつったら、そのあのいつものこのおっちゃんやろ、いや元気しとんのか、2日前やっとるやないかっつって、また来るからねっつってバーってチャリで行って、いや、あのほんま日本ねえ、日本人の方が情けないですよね。あの子来てて昨日客で。誰ですか？逃避トップ攻撃。ああ、逃避君この前ライブもね来てくれて、うん、俺なんかあれと思って、その見えるとこっていうか、あれそのあの子パーカー着てたからさ、うん、で坊主で、あれ逃避トップ攻撃かとか思って、でもちょっと忙しくて、はい、写真のなんか写真出してた、そう後で調べたら、はい、来てたんやってなって、はい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 、そんであの俺そのネット注文のお弁当めっちゃ来てたからさ、はい、ウーバーとかちょっと忙しくて、はい、そのちょっと喋りに行かれんって、あ、うん、はいはいはい、あとやっぱそのモンゴルの勢力が2人おったからさ、まあ そ, ね、そのあのあんましそのサボってるとか見せれないって、まあ、そこは確かにね、あとなんかちょっと勝手にサービスとかしてるのを見せられたらね、そうそうそう、そなんか真似られたら困るし、そうやね、だからちょっと、まあ、挨拶できなかったんですけど、はい、いやあの B チューム来てくれてね、ね、3m40ぐらいの坊主の女性でしたね、全然ちゃうやんお前、それあれやんけ、はい、それあのグラップラバキで、あの明澤恵美があのバキのお母さんや、明澤恵美があの結婚して、はい、その、 あの会社の、 あの御曹司と結婚して、はい、あの結婚式終わったその日、あのプリンスホテルでその旦那さんと歩いてたら、たまたまそこに、16歳の時の裕次郎が通んねん、ハンマー裕次郎。ああ、だからバキのお母さんの昔の話ってこと。そう。で、それで、はあ、そのめっちゃ見てくる裕次郎がずっとその。だって結婚式なわけですよ。明澤恵美をずっと見て、明澤恵美がそれで、はい、何あの人。あの人ってなってね、旦那さんが、おい、何見てんのさっきから。おあんな変なやつみんな。そうやな。でも気になっちゃうねん。うそしたら、こう、絶対視線をもう外さへん。うその裕次郎は。ほんで、その晩裕次郎は、明澤恵美に会いに行って、おお会いに行くの？明澤恵美面識もないんでしょ？そう、関係を持つ。そして、止めに来た旦那さんを、裕次郎は殺すねん。ちょ、待って。そう、めちゃくちゃやろ。ちょ、待って、裕次郎って、そんなや、そんなやばいやつな。そしたら翌日、警察に、あの、裕次郎その後いなくなるやん。え、これ殺すの？殺しちゃうねん。パキッ。あ、その、芝板じゃないの？殺すねん。ちょっと待って、これ、裕次郎さんってそんなやばいやつなの？結婚初日に殺すねん。これで奥さんが次の日、警察に、どんな犯人はどんな方でしたかって言ったら、身長が3メートルの白人のおじいさんでした。嘘つく。そう、太郎、今それやで。身長3メートルの坊主の女性でした。もう、明澤恵美やな。それじゃ、明澤恵美か知らんけど。じゃあ、明澤恵美は、やっぱ裕次郎に恋をしたってことそう、一撃で。で、裕次郎は、明澤恵美の中にある凶暴性を見て、その、初めて見たんで、こいつには子孫を残せばみたいな。そう、俺の、あの、子を宿させないといけないっつって。はあ、
ほんでバキ、その1回でバキが生まれたって感じ。いや、その後結婚してる。あ、ちゃんと結婚するんや。そう一緒に暮らせんの。そういう話じゃないんや、カイコロクは。結婚してると、結婚してる。で結局その御曹司が旦那が亡くなったから、明座恵美がその大会社をグループを引き継ぐことなんだ。わあすごいやん。あ、その殺された、そう、あ、そっちの元旦那の、そうそうそう、恐ろしいやろ身長3メートルの白人のおじいさんでした、老人でしたって言って、裕次郎守ってん。私、明座恵美。あなた、明座恵美。頭皮トップ攻撃を守った。頭皮トップ攻撃さんでどんな方でしたか。あ、身長3メートル40の坊主の女性でした。ほう、誰守ってん誰を守ってんすよ。頭皮トップ攻撃守った。頭皮トップ攻撃を守った。俺なんかさ、文化祭を見に来てくれたやんか。そうだね、文化祭ね、コンビニ行ってたらさ、すいませんって声かけられて、はあ、ズンズンポイポイのザオノさんですかって言われて、はい、で僕 はい、どなたですかって言った。あ、頭皮突風攻撃ですって言われて、はあ、なんかもうまず顔刺されたのも初めてやし、はい、もうなんかわけわからなくて、はあ、おー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 って普通に近所のおっちゃんみたいになって、はあ、おー、あ、そう、来てくれてありがとうっつって、はあ、でなんかわからんけどすぐ財布見てもうてさ、彼の、はいはい、むっちゃ金持ってるやんけって言って、コンビニででかい。そしたら、あ、おごりますよって言われて、なんでやねん、おごんのは俺の仕事やろって言って、あの特茶おごって、私と一緒ですよ、なんでかわからんけどバーっておごっちゃった。私と一緒ですよ、それやと。あと3回したら、あの沖縄のバー行くことになりますよ。最悪じゃないですか覚醒が始まりました。沖縄のバー、はい、あの高田組のバー、あと3回じゃない。あれバーじゃない、あれクラブや、どっちかって。あんなバー、あんなもんバーなわけね。あれクラブやねん。バーはもっと静かなとこやねん。踊らんねん、バックオンかけて。あれクラブじゃん。あと3回それしたら、覚醒が始まりました。あぶね。じゃあ、キモカツで喋りかけたら2回目になってたんか。あぶね。仕事を優先したぞ、俺は。仕事を取った男や。仕事を取った男や。俺は仕事を取った。頭皮くん、ありがとう、来てくれてね。ありがとうね。ってことは、昨日は帰ってないってことかな。昨日の夜行バスとか、いや、そうなんかな。でも時間的に10時過ぎてたから。ああ。じゃあ、どうなんやろ。キビか。今日ぐらい帰ってんのかな、もしかしたらね。あ、キビくもないかって。まあ、バスと近いもん。あ、でもちょっと遠いか。あんま土地勘知らんかったら、西武新宿からちょっと遠いもんな。夜あんなとこうろちょろするの、ちょっと危険じゃない、ま、ちょっとわからんかったら怖い。まあ、でもおもんない街やけどな、おもんない街が分かる、単純な街やけどな、もう一本しかないし、あの時間にあの変やと、あのもし12時に新宿戻らなあかんねんたらちょっと怖いよな。なんか肝牛から連絡来てさ、はい、10時過ぎぐらいに、はい、前来ためっちゃ変なやつ、あの肝牛で深夜働いてるやつで、なんか おっさんやねんけど、なんか B ボーイの格好してるめっちゃ変なやつおんねん、はあ、ちっちゃい、はあ、メガネかけた、はあ、でメガネもなんか片方なんか耳かけの割れてんねんけどさ、はい、まあもう今回はメガネ治ってたけど、はい、あのすいませんって、その米がないんで助けてくださいって言われて、ああいいっすよ、2キロ欲しいんですけど、ちょうど炊き上がったばっかやったから余裕も出したから、ああ全然いいっすよ、あのマックスどこまで行きますかって、ああ4キロ上げますよって、じゃあ今から行きますっつって来て、でからのそのオフィスも、オフィスっていうか、その、ああ、はい、保温ジャーナル、はいはい。で、僕はもう、ああ、もう交換するだけでいいっすよ、その殻と、つって。で、もう、急いでる感じやったから、はい、すぐ持ってさ、キモキ戻ったんやのにさ、はい、なんか、俺が、いつも出勤してきた時、だいたい米ないんですよ。で、その、夕方のやつらが、なんか、厨房で喋り出してさ、こいつなんやねん、と思って。キモキの格好してるし、その、昼の、夕方のやつらが、その、なんか、じゃあ、さようならっつって、帰るんですよ。でも、俺は、耐えて帰れっつってんのに、あいつらは耐えて帰れないから、俺困るんだよねっつって。あ、もう分かったんで、行ってもらっていいっすかありがとうございましたっつって、おいで、あの、もらった分の米、後で返しに来るんで、ここ何時に閉店ですかっつって。あ、ここ2時に閉店です。ってことは、何時に閉店なんですかねって言ったから。いや、2時や、言うてるやろ。1時半ラストは2時や、つって。あ、わかりましたっつって。そしたら、今度1時に、はい、こっちが米なくなってん。あらら。その、まあね。ミスったか。炊きすぎたらさ、最後全部さ、小分けにして冷蔵庫になんかめっちゃ時間かかんねん。それ嫌やから。そしたらさ、最後の方になってなんか、わっちゃわちゃ人来てさ。あららら。で、タコかタコバイかって考えてて、はい、うん、もう、くそーって肝牛電話して。はい。
したら、ちょうど今から米を持っていこうと思ってたんだよね、はい、って言われて、あのすいません、ちょっとうち米たくになくなっちゃってもらえますっつったら、あ、いいですよ、あ、今スタッフそっち向かわすんでっつったら、でそのモンゴル人の子に、はい、これ持って1キロあったよ、はい、もらってきてっつって、で多分米返されると思うから、も米も持ってきてもらっていいって、わかりましたって言って、はい、したらさ、肝牛、その、そいつもめっちゃ肝いんだけど、肝牛のカッコに、ニューヨークヤンキースのキャップをさ、斜めかぶりにした状態でさ、チャリで来て急に、キキーっつって、って入ってきてさ、で、あの、ズボンもさ、あの、もう、腰パやねん。ああ、はいはい。で、米返しに来ました、ありがとうございました、あれっつって、あの、外国人の方、もうすぐ来るんで、俺横抜かしていったんですよ、自転車で。そんないいねん、どうでも。じゃあ助かりましたって帰って言って、でその後そのモンゴルの人が何やってんやろみたいな感じで、はい、その人に持たしたらええやん、なんでわざわざ来てんと思って、いや多分そのニューヨークヤンキースのキャップ見したかって俺にあいつ前の時も被ってきたからめっちゃええやん、そうそのなんかおっさんでさ、 B ボーイで俺も思い出したんやけど、キモ弁にさ、正規の雇用とそのタイミーとかの間の人っていうのがおんのよ、その。それ何？どういうこと？タイミーほどじゃないけど、ここ働いてほしいっていうのをなんか可能で。で、それで融通めっちゃ聞いてくれて、日払いで2時間だけ働いてほしいとか。へタイミーかけんのってなんかお金もめんどくさいから。そのだからもう、だから、裏あの、その、その直、まあまあまあ、直営業みたいな感じ。別にそう、直営業。まあまあ悪くはないらしい、別に。うん、ちゃんと許可取っての。で、その人2時間だけ来てくださいっつって。いう人が週に 2,3 もないぐらいかな、たまに来んのよ。でその人が全く言ってるような喋り方は全然違うけど、同じようなデブで B ボーイのおっさんやね、なんかそうで、なんかあのバッシュ履いてて、でめっちゃ飯食うのよその人で、俺のまかないを楽しみにしてくれてて、俺がもうどんぐらい飯食えるんですかって、いやどこまでも食えますよって言うから、もうすごいの作って、もうほんまもう2500カロリーぐらいの作ってみて、一回もうちょっとこれ写真撮ったら炎上するなっていう、これ良くないなっていうのを作って、メガみたいな、メガみたいなの作ってバーって見て、これいいっすかーってさ、パッて蓋だから弁当何個分やねん、開けてニヤーって笑って、岡崎さん、まかないで俺を殺してくださいってどっか行っていや、でどっか行った、どっか行って、もう死んでんじゃん、いやでもちゃんとあの昨日も来てたから大丈夫、あの殺してくださいって言って、まかないで俺を殺してくださいって言って、生きたいだんか、生き延びたんか生きながらえて誰ね、そいつ。それ何歳ぐらい、あの人何歳って言ったかな、48とかそれぐらいって言ってたような気がする。なんか昼あ朝早く2時間ぐらいだけ働いて、昼はなんか生命保険のなんか営業行ってるって言ってたけど、まあ、でも俺は嘘やと思うねんけど、いやいや、それなんかあのイムチャンネルのさ、保険の上松ってやつおんねん、はい、そいつ保険屋やねん、はいはい、でも、うん、あの保険の営業ない日は、うん、あの演者やったりとか、たこ焼き焼いたりとかすんねん。なんかもうあのまあ言っとコロナが落ち着いてから保険が売れんようになったから、一気に大変なんですよ、でバスケばっかしてますだからちょ太ってんの、俺多分それも嘘や思うねんけど太ってそれ背でかい、いや背ちっちゃいね、ちっちゃいんか、そう、まあ、まあ俺と変わらんぐらいかな、うん、そんな別にでかいの、いやあのおってあのそのさ他店のさ、キモカツよ、あのヘルプ行ってた時さ、はい、そいつあのキモカツとあのキモ牛がくっついてる店やって、はいはいはい、裏で、はい、で、ようあの自分がその暇の時がなんかこっちキモカツ来てさ、なんか喋ってくるおっちゃんおってんでかい、はいはいはい、そいつ国際弁護士っつってて、いやちょっと俺でなんでここで働いてるんですかって、暇やから。その週に1回だけここ来てるんですって。いや、やっぱちょっとよ。国際弁護士暇やったら週に1回来えへんやろと思って。やっぱおかしい人おるよな。で、なんか、あの、いやでもなんか言って、その、うん、あ、それあれだよ、労働基準法違反してるよ、なぜならとかなんかめっちゃなんか、なんか一番に言ってくるの。引き上がしてきて、ほいで、一番に。あの、今年終わったらもう完全に海外で住むから、うん、つって。まあ、なんか最後に日本で遊んでる感じ今、つって。遊んでないや、働いてるやん。いや、俺も。しかもこんなでしたけど、あの飲食って底辺って言われてるやんな、嘘つきやろうやんこいつと、じゃあちょっと寝るねーっつって休憩中あのバターで寝ようね急に床でなんかでっかおっさん、おな
その国際弁護士じゃないけど同じような人もう一人おって、週に1回ぐらい来る人、めっちゃちょっと汚いの見栄えがで、なんかあの奥さんがおると、で聞いたらなんか中国にいてるから別々に住んでてめったに会えないんですよ、もう多分嘘なんよほんで普段何してるんですかっつったら、まああのここで働いたらなんか株をすごいやってて、はいはいはい、だからあのもう株でここやってる時は朝株でバーって稼いで、昼はサプリ飲んで、サプリ飲んでトレーニングしてるんだって、もうデブやねんめっちゃもう多分嘘全員デブやねん、だから多分ね、運動したやつは全員デブやねん、小野くんの言ってるそれも絶対嘘やし、あとさ株やってるやつはさそんなのそのおらなあかんよそこに、そう実はそうらしいな、あれってなんか張り付いとかなあかんやん、あれってなんか一日実はあっちの方がしんどいやろ、あれなんでサプリ飲んであのサプリ飲んでトレーニングでめっちゃデブやねん、インナーマッスル期待でんじゃない相撲取りみたいに、いやちょっと、いや多分嘘やねん国際弁護士かなそいつも、そいつも国際やっぱ東京ってなんかそういう変な嘘の人おるよな、いや絶対嘘やと思うねんな、いやほんまやったら申し訳ないけどいや確かにほんまやったら申し訳ないねんけど、信じられんけどな、多分嘘やねん、多分嘘の人多いねん、あとあの鳥谷隆そっくりの人がおって、鳥谷って肝弁にあの阪神の元阪神のちょっとイケメンやん、はいはいはい、この帽子取ったらむっちゃハゲててるこれはごめんそれだけやけどそリースさんやそうもうなんか分かるけどリースさんやめっちゃイケメンででも全然喋らん人で、あれ 3,4 ヶ月一緒になったのかな、全然喋らんくて、でもみんなもう顔もキリッとしてたよ、うん、そうでした机帰ってきて、ある日じゃあもうほんま配達しかせん人ある時もう辞める時じゃないけどな、今までありがとうございました、とてもむっちゃハゲてて、うわバカハゲサプライズ、最後サプライズサプライズプレゼント思われた嬉しいな、みんなでもそん時やっぱ笑えなかったね最初、いやでもいじられるタイプの人じゃなかったから、ハゲはちょっとな分からんよな、ねそのねその肝活飛んだ人おってんけど社員、はいはい、1、2ヶ月でまあ不正してさなんかその金金庫の金あの中東金ってあるやん、あ、はいはい、拾ったお金、あはいはい、そのねあるあるある、あれをなんか全部パクったってやつがおってロックでもないやつをほんでもう足ついてはいはいはい、でその人あの、うん、多分元ヤンでそのもうピアスつけながら働くねんな、ダメじゃない飲食店で、ね、顔ちょっとイケメンでかっこいい、ほんで、はい、もうバッキバキや体、おでそのいきなり多分ね一回俺ラジオの話でいきなり俺に喧嘩売っていた人、なんか昔言ってお前さ誰の許可得てさ店早く閉めてんだ、なんか昔言ってきた、いや店長に OK もらったんで、あちゃんと電話したのかお前みたいな、その初対面だから要するにもう社員は偉いの感覚のかますタイプのやつ、ね、で俺の年齢知ってから急に敬語なんて来たっていう、多分年下やもん、ああはいはいはい、そいつがそのあのいつも出勤してきて、はい、うっすーみたいな感じで来んねんけど、はい、そのまあ金取ってたのバレて、はい、あのそのメールが、はい、もう送られてて、で出勤してきてまずメール見んねん、はい、そしたらお金のこと書かれてたメールが来てて、まあ、当時風大さんやん、はい、でお金返しましょうみたいな、はい、こんなことはしないでくださいみたいなこと言ったら、うん、もうそのもう映像に残ってますって書かれてるけど、うん、そいつはもうなんか憤慨してそのまま、うん、つってバーってもう元の服着替えて、うん、パーって出て行ってんけど、うん、死ぬほどハゲててだから俺そいつで気づかんかってありがとうございましたって俺普通に言ってほんで あの人事務所から出てけへんなもうまだ全然けへんなと思ってもう30分待ってもけへんから、はいはいはい、事務所見に行ったらもう事務所真っ暗で、はいはい、あれっつって、はい、で後から映像で調べたらその人も鬼ハゲやったから、はい、顔から想像できへんハゲやったから俺その人見落としてもうてて帰ったでそのまま一回もう戻ってけへんかったよもうじゃあもうそのまま、うん、まあもうねすごいやめ方じゃないやばいな憤慨してまた、あ、飛んだで後からその風大さんが電話したら、はい、もういいっす俺を疑ってもういいっす俺を疑ったからもう俺次の職場決まってるんでもういいっすっつって絶対そいつやしな絶対そいつやもう映像に映ってんでこう金取ってんのうわだって金庫映してんもんだって防犯カメラってダメだよダメですよねだってケースごとなくなったらしいからおかしいやんあれなくなってるあれ収蓄金のやつってあるやん持って帰っとんねんアホやんこれも肝面で言うこれ言ったか分からんけどあのポーチあるやん配達ポーチはいはいはい、ね、あのお釣りとかで5万4万5万でその日のお金入るから 4,5 万持つ、ね、もう今カードやからないけど昔は現金多かってある
あの社員が、もう俺は全然知らん社員ね、聞いただけやけど、うん、僕あの欲しすぎて 4,5 万入ったポーチでバイク持って飛んだらしい。バイクも持って。バイクを持ってバイクを持って飛んでる。足もちゃんと手に入れてる。足も手に入れてる。とんでもないやつ。それは違うとこで見せてきそうやもんね。アホなやつ俺の。欲しすぎてて。でもそんなビビたるな、そんなん。いやでもほんまにもう切羽詰まってる人って多分もう無理やねん。だからあのほら、俺、肝宅急便で働いた時あって、ああはいはいはい、あれも何人かもうそのあのお金でクビになってたけど、はい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 、代引き引き換えでもらったお金全部ポッポないないしだって、だってそんなもんだよ、もう帰ってきて出さなあかんやん。なんでそれポッポないないできんねんっていう、何も考えへんだから、はい、残念ならない。めっちゃ喋ってんな、ね、あ結構、あ結構、あ思ったより喋ったらすみません、ね、ほな行きましょうか。はい行きましょう。じゃあ行きます、ハードプレイメール。はい、ということでございまして、前回はね、いつやったんですけど、皆さんありがとうございます。今回はでも、いつあるだけでもありがたいんですから。グレードアップ、はい、2通です。あ前回だってそうやね、おじゃきさんだけやったんで、だけやもんね。 OKOK、 じゃあ行きましょうね。はい、わかりました。1通目、はい、先週、はい、リスナーからのメールが一通だけだった皆様、はい、しかもほぼ身内、おはようございます。ダンボール松本人志です。ダンボール、これは面白いんちゃうか。面白いぞ、これはいいぞ。日頃の筋トレの成果もあり、勃起チンポがギンギラギンの銀。いいですね。ちゃんとかけとるやないか。いやー、めでたいっすね。3回戦進出。そうですね、ギンギラさん、嬉しい。これは言うたら M1 という笑いの女神と、一晩で3回も混じり合ったということですよ。おぉ。もう、元気な子ね、うん。しょうがないんだから、ちゅうやつですよ。おぉ。いや、表現がさすがにおじさんすぎましたな。ああ。失敬失敬。質問。はい。睡眠の質を上げる方法を教えてください。ちなみに、寝る前にヤクルト1000を飲む&耳栓をつけるというのは、すでにやっております。おぉ。おすすめです。はあ、これおすすめと、ハードプレイネームズンポイゴーセックスさん。はい、ありがとうございます。ね、銀ギラさんも言ってくれて。言ってくれて。ね、いいなんかいいメールじゃないですか。なんかごめんなさいね、嫌がる人おるけど、あの、はい、お銀黒川がね、ごめんなさいね、嫌がる人おると思うんですけど。おんね、やっぱおんね。その僕に言ってきたのが、はい、自分らだけが3回戦生きてると思ったけど、追加合格で銀ギラさん増えて嫌でしょ。言ってきて、いや、めちゃくちゃ性格悪い。ほんまに嫌なやつ。俺が、いえ、仲間が増えてええやん。いや、そうだよ、ほんまそうだよ。誰かが生き残らなあかんが、順々は。人多い方がええやん、つったら。つって。あ、そういう考えなんすかみたいな感じで。自分だけがすごいって思われたくないんですかそんな思ってるうちは、あいつはもう無理や。だからあいつ、一番滑っててん、文化祭で。あ、僕ルール聞いてなかったんで、つって。あいつ、ほんま。男塾。あいつ、出てきたらもう芸人もちょっとなんかちょっとなんか重力がそうグッてなんねん。あと助けへんよな、みんな今嫌なやつがでもさ、しゃあない、あいつが、まあ、花チャンネルとしか喋ってないで。ワンダー和田さんか花チャンネルと。確かにあいつ最近なんかもうカボスとずっとおるやん。あんまみんなからだって前足離れてるからな、もう。そうやな、そう。前足は前足か。前足がそうやね。離れていってる、ほんまに。あいつ。あいつアホやな。あいつアホです。睡眠の質を上げる方法。なんだよ、そんなん意識してやったことは。俺、寝へん人やからな。そうですよね。小野さんは寝ない人やから、逆に教えてほしいですよ、ね。1時2時間とかですか。あ、でも2時間で生活できてるわけですから、僕。だから、僕の逆に、じゃあ、言おうか。はい、いや質は悪いよ。質悪いですよ。僕はあのめっちゃやってるやつ言っていい、はい、俺あんまベッドで寝えへんねん、ここ最近。あ、俺ここで寝よんねん。はいはいはい。でも狭いやん、はい、狭いですよ、体も痛なるでしょ。足をここに置くんですよ、この枕の上、はいはい、これどういうことかっていうと、自分の頭より足が高く上がるわけです。あ、なんかそれいいって言いますね。そう、これがね、あの血流がどうの、血流良くなる。まあでもその後のあの事務所ネタ見せ行ったら、足太って言われてね、太すぎるやん、あかんでって言われたんで、足太いんですよ、僕。太なってるんですよ。あ、びっくりしたな、この間のな、事務所、あのネタ見せのな、はい、作家さんにもらったらダメだしな、はい、もう、いや、笑ってもだけど、なんかもう、うんこって言ってるのと一緒やんっていう謎のダメだし、そんなことないやろと思って。一回も言うてへんやろ、俺、あれもう、もうこれ、ネタ聞いてへんやろ、この人と思って。
俺びっくりせへんかった。だったな。あの人めっちゃ笑ってたやん。あの人めっちゃ、あの人好きやね、俺。めっちゃ笑った後ダメ出しが。いや、もうなんかアホやな、これなんかもう、なんかもっとちゃんとその、もっと大人になれへん。いや、これってさ、なんかもうずっとさ、ボケとかさ、うんこって言ってるようなもんやん。って言ってないっすよ、つって。もうあの人も笑いながら、ちゃんと、仕事として否定もせなあかんねんけど、もう言ってもだからもうザオの劇場で笑ってるからな。いやもう褒めてんねんで、それと思って。これネタで笑ってへんから。俺これ台本で笑ってんの。俺これザオで笑ってるから。俺らそれがもうその。うん、ええやんけ、じゃあ。どんなダメ出しやねん。俺ら台本で持ってくタイプじゃないから、絶対その。綺麗なの書けるタイプじゃないやん。もうみんな。まあ、大変よな、作家さんも。もっとボケてくださいとかさ。その、何も思ってへんや、一人のやり方やん。作家さんも大変よな、あんだけもう50組を見てみたくない。まだ俺らいつも最初の方やん。俺ら最後に出てきた感じでいつも喋ってくる。まあまあええわね。はい、僕らうんこのようなやつです。はい、僕はその足上げる、はい、頭のより高い位置で足を上げて寝るっていう、はい、やったやつですかね。あ、私はでもなんかこのヤクルト戦に近いかもしれんけど、うん、ピルクル5000とか、ないよそんなん。適当に合わせてくるのびっくりした。ピルクル5000とか、ないってそんなん。カルピス5000、カルピスとか、なんか乳酸系がいい。カルピス5000で何、めっちゃ怖ない。だから絶対ないやろ。睡眠の質上げるときは逆に、だからお酒飲まないとか、そうした方がいいって言うじゃないですか。いやそんなもん、そんなもん、違う、もう次元が違う話してるから。お酒飲まないとか。そう、あんたの生活のだけの話や。お酒飲まないとかですね、僕はもう。違う違う、そのあ、でも酒飲んで寝た時って次の日めっちゃしんどい。しんどい、やっぱしんどい。全然疲れ落ちない。全然そうですよ。肝臓は寝てないからね。そういうこと、そういうこと。だから起きてると一緒らしい。白書の中西さんが言ってた。アルチュー言ってたから。そうですね、でも同じような。耳栓とかはせえへんかな。俺、寝る時の癖やねんけどさ、はい、俺、デコに腕当ててねんねん、こうやって。あ、これ別にさ、目で、目の明かりをか、眩しいのを隠すわけじゃなくて、はい、俺、デコにさ、この腕を置いて寝ないと寝られへん。ああ、そういうのは。そういう癖がある。だから2時間とかになってんの。ああ、でも俺、だから、労働終わって、ライブ行くまでのちょっと30分だけ寝れるとかの時は、まさにそれする。デコにやるのが一番気持ちいい。それなんでかわからんけど。なんなのあれ。ようやってまうわ。ね。あと、これ、キモいかもしれんけど、調子いい時は横に誰かおると思って。あ、キモいな。想像して寝る。横に誰かおると思って。一緒に寝てるみたいな感じで寝る。キモいかもしれんけど。チューとかもすんのそれ、エアで。まあ、エアでそういうの想像して。言っていい、はい、起きてるやん。ほんまやな。あ、ほんまや。寝てへんやん。何や、調子いい時って。起きてる。お前、酒飲んでテンション上がってる時のおっさんやけどある。そうで、その後寝んやろ、普通に意味書いて、うんこ漏らして。いや、ちょ、うんこはちゃう。うんこ垂れ流して。いや、うんこはちゃいますやん、兄さん。兄さん、うんこちゃいますわ。え、でも、なんか今日喋ってるの全部もう、うんこって言ってるのね。いや、おもろかったな。こんなん、うんこって言ってるのと一緒やん、って。言ってへんよ。ちゃんと振ってボケてたやん。え、ということでございます。はい。ズンポイゴーセックスさん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ラストですよ。そうですね、そうですね、今日はこれラストになりますね。ズンポイさん、こんにちは。こんにちは。さて、ドイツはお好きですか？ドイツ好きですよ。多くの日本人が好きな漫画のキャラは？という質問に、うん、ブロッケンジュニアや、うん、シュトロハイムや、シュトロハイム、うん、ドイツ人を挙げ、ドイツ人って何やったっけ？浦安鉄筋家族の人ですね。あいつドイツ人っていう名前なんですよ。あれドイツ人なんか。はい、そうか、そうか、そうか。ソーセージを見てはチンコを連想しているのではないでしょうか。あ、ドイツはね、ソーセージですね。ソーセージを頬張る保育園女児を見てにっこり笑う小野さんと、あ、小野さんそうなんですか。終戦後願掛けでソーセージとビールを断ち、うん、80年ぶりに恵比寿ビールを飲みながらソーセージを加える老人を見て興奮する太郎さん。おいしんぼの話ですね。どういうこと。おいしんぼで、終戦後願掛けで、ソーセージとビールを断った老人にビアホールで山岡さんだけど出会うんですよ、うん、ほんでもう80年、何十年ぶりのビールだっつって、もう、うわーっつって、グッて飲んだ瞬間に、あれ？これはビールですか？つって、ほら、富井副部長が、あー、頭がおかしくなってしまってるって失礼なこと言うね。その、当時とビールの作り方が変わったから。なるほどね。うまくは、なんかうまいとか、初めて飲むもんやったね。そう、作り方が違うっていう、その、っていう話です。変な話。変な話ですよ。80年も飲んでへんで、もう飲まんでええやん。もうさ、初めて飲んだのと一緒やん。
確かにそれはそう。どういうこと？何歳この人？だからまあ、まあ、80歳ぐらいの人やったから80年ぶりではない。はい。やと思うんやけどね。はい、続きます、はい。みんなドイツが大好きです。ドイツ大好きです。しかし、太郎さんのドイツ好きは危ういですね。あ、なんでですか？黒塗りのベンツに乗った反射も好きですし。ベンツはドイツですからね。以前にはヒトラーの行いに肯定的な発言をしておられたかと思います。いや、そのね。はい。そんな太郎さんは、今のイスラエルのやり方をどう思われるでしょうか？イスラエルのガザ地区侵攻が始まった頃から、はい、太郎さんの講習が話題になることが増えました。太郎さん、はい、もしかして、公衆でアウシュビッツを再現しようとしているのですか？してないですよ。チンコはポークビッツのくせに。何言うてんのこの人。ポークビッツは俺や。せっかくの公衆です。民族浄化に使わんと、もっと有効的な使い方をしましょうや。何やねんこの大壺みたいな喋り方。民族大壺やんこれ湘南城の大壺やん。そこだけ僕らよくやってるから分かると思うんですけど、はい、チンコはボークビッツのくせに、はい、せっかくの講習です。民族増加に使わんともっと有効的な使い方をしましょうや。もうあれおもろい、ほんま俺らだけ。でも実際見たらこんな声でも何でもなかったからね。ちょっと高かったし声。太郎さんのギンギンに整えた講習を満たした部屋に、新立さんとディルさんを閉じ込めます。あ、いいな。脱出の手助けにならぬように、服は全て没収して、もちろん全裸です。いいな。二人の協力なくして出れない部屋に追加される太郎さんの講習。はい。その様子をなぜか全裸で見守るズンポイさん。なんで全裸で？きっしょいな。俺ら全裸で、あいつら、あいつら片目つぶれてんねん、俺ら二人とも。なんでおばあんなってんねん。おお、私には脱出に成功し、汗と涙とよだれとゲロとちょっぴりの我慢汁にまみれながら抱き合う全裸の4人が見えました。見えんな、そんなもん。質問。好きなお化けを教えてください。どんな質問やねん。これ質問なかったんじゃん。無理やり作んな。質問。ハートプレイネーム、第5位、おじゃきさん。いや、毎回ありがとうございます、おじゃきさん。ね。すいません。好きなお化け。ね、妖怪？妖怪は違うんですか？まあ、妖怪とは違うな。お化け。いやいや、もう、妖怪も言うたらお化けって言うわけ。妖怪お化け、だってお化けはお化けの九太郎しかもらんやん。そうそう、お化け。ああいうの、わかる？なんか。そうっすね。ああいう、なんか、布着たような。うん。ちょっと可愛らしいのがお化けのイメージ。あとはね、あれね。ゴーストくんね。ゴーストくんって何でしたっけ？ゴーストくんやったっけ？ほら、ま、大の大冒険のマームの師匠。ああ途中であれ来てさ、土竜昇破拳使う。戦火烈光拳教えてくれた。おった。武神。そうか。めっちゃくちゃ強い。それぐらいか。でも、土竜昇破拳っていう、はい、地面ボーンってやって敵を浮かして芝くって技を、はい、ミストバーンにやってんけど、ミストバーンもともとチューブ浮いてたから効かなかった。はい、そう、土竜昇破拳。残念ですよ。確かにゴーストくんやった。名前何やってっけ？いや、俺名前までは覚えてないっす。急に現れ、そのな、マームを、まはい、守るためにな。さすがに名前まで。急に現れて、ほんで中やったっけ、ね、中ベネズミのやつやんな。名前何やったあいつ、うん、あいつの部下なってんな。はい、わざとめっちゃ強い戦火烈光拳使う。お化けってそれだけ？それゴーストバスターズのやつもお化けですか？なんかミシュランのタイヤみたいなやつ。あ、いや、マシュマロマン。マシュマロマン。あれは違う。あれはね、お化けちゃうんや。あれはね、そのね、要するにあれ確かね、想像した形になるっていうボスやってん。で、ゴーストバスターズのメンバーが、はい、マシュマロマン想像しちゃってる。ほら、形になったってこと。そうそうそう、確か。あ、そうなんや。確かそうやった。クソでかい。お化け。もののけ姫は妖怪か。あれはまあ、しかも神々の。神様やな。神様系か。まあ、妖怪やったら、まあ、ゲゲの鬼太郎とか。え、ちょっと待って、この質問初めてじゃないよね。あれ、なんか。多分言ってるよね、以前。技とか。おじゃきさんやったかどうかわからんけど。でもおじゃきさんっぽいよな。なんか妖怪はあったような気がするけどな。ぬらりひょんとか言って、なんかそんな話してるんだけど。妖怪、まあ、ちょっと待って、お化けか。お化けに。九太郎？お化けってだって、有名なお化けで、九太郎しか出てこないですもんね、そんな。そう。あ、お化けのホーリー。あ、やっぱやっぱお化けは最高、僕ホーリーだよーって言ったな。お化けのホーリーあれねってん。そんなんしか、あ、一旦もめもお化けっちゃうんですか、うん、死んでる時の浦飯祐介もお化け、最初の
2巻かそれぐらい。あ、死んでたか。あれ確か死ん、1、2巻は死んでる時やんな、確かに。え、そんなん言い出したら輪っかついてる悟空もお化け。あ、お化け、お化け、お化け。あ、その、ちょっとじゃあ、じゃあパイクーハン。じゃあ僕パイクーハン取っていいですか。あ、じゃあ僕、じゃあそこからになるけどな、そうしたら君はもうバブルス君や。いえ、バブルス君確かに死んでたけど一回海王星に悟空がセル連れていくから、えーっつってあれエグすぎるよな、ほんまごめんなって。しかもあれセル死んでなかったやろ。そうやで、セル死んでないね。普通に細胞地球残ってるやろ。おった、ちゃうわ、あの後の細胞であれか、あの瞬間移動覚えたんか。覚えてそのままあの、そうそうそう、最悪じゃない、うん、でも瞬間移動覚えたよな。そう、多分それで戻ってんねん。あ、覚えてないか。なんか何しか地球にあの戻ってて、うん、そうやんな。で結局やばいってなったけど、あのもうお父さんが死んだ、お父さんとご飯のあれやんな、ダブルタッグで。そうそうそう、瞬間移動ってあれやったっけ、ヤドラット星人の技やったっけ。ヤドラット星人知ってる、悟空が急に覚えて帰ってきた。まあでもあれヤドラット星に行ったやん。そうそうそう。もう一人さ、はい、瞬間移動使うやつ知ってる。誰っすか。敵で。それはもう今の話、今のドラゴンボールなんとかみたいな。いや、当時その悟空が覚えた手の時、バータックスかちゃうか。でもうおらんやそんな、はい、悟空がだから覚えた時ぐらいの時代に瞬間移動使うやつもう一人いたんですよ。ちなみに敵です。そして映画版です。ああいつ、あれあいつちゃん、あのでかいピッコロみたいなやつ誰やったっけ。スラッグ。はい、スラッグ。違います。正解言います。はい、メタルクーラー。あー、メタルクーラー。あー、そうやそうや。だから やってた、あの瞬間移動の戦いやってた。だからベジータだけが取り残されてて、そうやそうや、泣いたやつじゃん。あれは泣いたのは100体クーラーか。いや、泣いてはないと思う。あの後、くそーってやって、で、だから、そう、すごいね。あの、悟空とメタルクーラー瞬間移動で戦うんだけど、あの次元が違うから。はい、だからそこ、ベジータが、そう、あんまできへん。だから、ベジータ狙われるところを悟空が助けるとかやってて。クーラーや。そう。お前。あいつ、瞬間移動できてる。クーラーさ、瞬間移動戦いしてたわ。変やったやろな。こういう、この戦いしてたわ。そう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 。やってた、やってた。悟空の話、ドラゴンボールの話しちゃった。関係なかった。お化けね。まあ、お化け言うたら、まあ、自分は、あ、悪魔くんは悪魔か。悪魔くんは悪魔です。そっか。はい。果汁っていうの好きやってんけどな。悪魔くんは悪魔ですね。そっか、お化け、OK。妖怪な。鶴瓶落としかな。お化け。鶴瓶落とし、俺は。鶴瓶落としですか。あの、キモい顔のやつおってん、でかい。ああ、はいはいはい、はい。鶴瓶落とし、あれ。鶴瓶落としね。あれ落ちてくるだけやから。あれでええわ、俺。鶴瓶落とし。ヌーベイのやつもじゃあいいですか。あ、いいよ。妖怪 OK。妖怪を OK にしてくれますか。いいよ。じゃあ僕やっぱり、それを言うと妖怪 OK やと、じゃあ、あれ、ヒエの妹、あれ名前ゆきめちゃん、ゆきめ、ゆきめ、桑原のこと好きな。それか、あの妖怪じゃないけど人間よりほぼ妖怪やろって顔してるタルカネゴンゾーか。ちょ人間やな。タルカネゴンゾー、めっちゃちっちゃいし、顔もう見にくいだけやな、タルカネゴンゾー。タルカネゴンゾー、よ、妖怪あり。妖怪ありですか。はい、妖怪ありなら、じゃあ、ああ全然言わんやん、タルカネゴンゾーやん。はい、妖怪ありじゃなくてお化けから出したいなと思っちゃうんだよな。でお化けってそのもうだって結構定義がむずいというかさ。はい、やっぱ九太郎とホーリー以外おらんやろ。まあじゃあまあなんかと、まあマリオのゴーストとか。でも何の思い出もないね。別にあんな好きなわけないし。そうやろ。はい、テレサね。好きな妖怪になるっすよね、じゃあやっぱね。好きなお化け、まあ、もう好きなお化けだとテレサしかおらんやん。テレサってね。あ、だそのあのあれ、ワニを出てくる、あの後ろ向いたら見えてくるやつ。ああ、はい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 。テレサぐらいしかおらんもん。妖怪岡室っていうの怖かったけどな、ヌーベで。岡室ってなんか、お金もじゃなくて、なんか岡室ってなんか七人のなんかこうな業者みたいな格好してるやつがなんかずっと追っかけてくるやつ、怖かったけどな。
それ好きでもないけど。いやもうじゃあ言うなや。関係ないやろ。あれ岡村じゃなかったかな。岡村の原型から元の岡村っていうのがあっていうのはなんか岡村みたいな感じ。なんかわからん岡村なんかあのほらヌーベーたまに説明書きあるやん、あれに岡村が出てたんかなんか覚えてんけど怖かった。じゃあじゃあパイクーハン。結局パイクーハンか。はい、好きなお化けはまあ強かったからな。はい、こうやってくるくる回ってな、はい、炎が飛んでくるから、はい、ね、ということでございます。お化けの九太郎っつってもあんま知らんからな、世代が。そうストーリーわからんもん。あれあの夏休みにちょっと見たことある。朝9時半にな、子供劇場でな、グズラはお化けじゃない、あれ怪獣、あれ怪獣よ。どうかグズラやるとちっちゃいのおんねんの、なんかグズラやるっていうとんでもないけどグズラって名前、はい、でめっちゃミスするやつやろ。そうなんかなあ、今はもうきついやつでしょ。いや絶対放送できんよな今。はい、可愛らしかったですけどね、うん、夏休み見てましたね。えハクション大魔王とかもきついんかな、もう分からんか。もう今全てが厳しい時代ですからね。ですね、本当に何でもかんでもね。はい、ということでございます。第5位おじゃきさん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということでございまして、なんとかね、はい、これで今週もハードプレイラジオ、はい、ラウンド22終了という形でございます。はい、ね、本当に皆さん今週もありがとうございました。来週はいよいよ人生初の M1 3回戦頑張りましょう。どこまで頑張れるか、はい、まあ、頑張るのは仕方ないという状況でございます。もう勝つしかないんでね、はい、負けた終わりなんで。もう勝つしか柴又ですよ、本当に勝つしか柴又、ね、あくびを一つ、あくび、あくびを一つ、変わらない街並みが、はい、妙に優しいよ ね、いや、いい、あれ好き、まだいけるでしょ。はい、あ、その歌ですか。はい、いやもういいですねあの歌ね。いやないんかい。いいですね、本当に、ね、妙に優しいよ。わっ、何だっけ、何だっけ、行くのかしらに、ガキのまんまだと笑われた、まあまあええわ、はい、ね、ということでございます。また皆さん、はい、いい報告ができるように頑張りますんで。あ、ほんまそうですよ、いい報告ができるように頑張りましょう。あ、そんとありゃ12月の6日、はい、あとラジオのアドレス言ってないわ。あ、そうです、メールアドレス言ってないわ、はい、メールアドレスじゃあ先言わせてもらいます。ひどい話や。はい、全部小文字でね、はい、zp.hardplayradio@gmail.com zp.hardplayradio@gmail.com までよろしくお願いいたします。お願いお願いいたします。で、12月6日の詳細がもう、はい、決まりました。はい、またあの X で告知させてもらいます。告知させてもらいます、はい、一応7時から。はい、一応じゃない、一応7時から、はい、一応やって変わりそうやんけ。19時からね。19時から、はい、はい、19時から12月6日19時から、はい、喫茶亀さんでやらせていただきます。はい、でお値段2500円、はい、でちょっとお席の感じちょっと分かんないんですけど、もう一回確認しておくんで、多分20席とかそんなんで、ね、ごめんなさい、強気な価格やっちゃいまして、はい、ごめんなさい。で、あのネタもしますし、ネタもします。そこでしか話せない、配信にも載せない話もします。します、もちろん、まあ、そうしないと意味ないもんな。そうですね、で公開収録なんで、ラジオは1時間ぐらい、そうだね、1時間、まあ19時開演の、まあ21時終演を目標に頑張ります。頑張りたいと思いますんで、皆さん、はい、よろしくお願いします。どしどし来てください、お願いします。ご予約は多分僕への DM になると思いますんで、はい、もうすぐ告知しましょうか。そうですね、ちょっとフライヤー、はい、もうひょっとしたらこれ聞こえてる頃には告知する可能性もある。はい、なんで、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、ありがとう、じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。奥さん、こっち来てやらないか。え、メレ、それメレ、いや、まあ、メレ、メレ、メレとかじゃないんですけど、メレ、メレでしょ、言われたでしょ、まあ、言わ、まあ、言われたでしょ、やろう、やろうって言われたでしょ、こっち来てやらないかっていうので、言われたでしょ、閉めましょうっていう、その言われたでしょ、言われました。じゃあ、メレじゃん、メレ、じゃあ、メレだよ、こいつ、こいつ、ビリ、うわぁ、真珠湾攻撃や、プッシャー、あーあー、ババアのプッシャー、プッシャー、ババア、この会社はダメー、プッシャー、まあ、帽子取ったらむちゃじゃあ説明はいらんわ。説明はやらんちゅう。説明のやつはいらんから。一番おばさんなんですよ、待って、帽子取ったらむちゃかけて。
もうハゲてんじゃないんだけど、目両方ないの。目をつぶって。